ひろちゃんに代わりまして三つ編みのゆりかまた3曲お届けしたらまたひろさんとバトンタッチしたいと思うのでよかったらお付き合いいただければと思います。一応毎週土曜日は路上ライブかツイキャスをしてるんですけどちょっと今回は特別バージョンということでひろちゃんと合同でアンプも使ってやっちゃいたいと思います。最初2曲はカバー曲でちょっと高橋優さん続きでいこうかなと思います。ちょっと待ってマイクが落ち着かない。高橋優さんで明日はきっといい日になる。明日はきっといい日になる、いい日になる、いい日になるでしょう。シンガーソングライターゆりと言います。どうぞ、3曲ほどお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。くたびれた顔で電車の中揺られてる人を見た。雪降り絞って席を譲ってみた。Thank you.
髪がトレードマークのシンガーソングライターゆりです。続きまして、またまたちょっと高橋優さんの曲をもう一曲歌いたいと思います。誰もいない台所。
嬉しいです。三つ編みをトレードマークで名古屋を中心にシンガーソングライターとして活動してますゆりと言います。ここに書いてあるんですけど9月9日にワンマンライブがあります。よかったら何かのご縁でお会いできたかなと思うのでちょっとでも気になった方は遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。で今日は私3曲でまた今後ろで聴いてくださってね千尋さん3曲で順番子で路上してますのでよかったらお時間のある方最後まで聴いていってもらえたらと思います。3曲目はオリジナル曲で私のトレードマーク三つ編みにどんな気持ちを込めて歌ってるのかなっていうことをちょっと1曲に詰め込んだ三つ編みの歌お届けしたいと思います。配りに行くんでよかったら受け取ってください。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。